庁より浜梨宮山公園ボルダーエリアの、公開イベントに参加いただきましてありがとうございます。ゲストクライマー、奥から、杉本玲選手です。伊藤秀和コーチです。平山雄二、チームスカー副会長広重幸選手です。小野彩選手です。小西大輔選手です。永田信之一クライマーとしてここにこうやっていられることが非常に嬉しいんですけども、皆さんと共にですね、何か、まあ、本当にアドバイスが一つでもできればいいかなとは思うんですが、まあ、一番の目的としては楽しく安全に過ごすことかなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。ここでじゃあ皆さんにクライミングのいろはを今日。私一番上まで行くよ。出るかな。手も足もピンクだね。そう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 。いいよいいよ。いいよ上手上手。上手だ上手。そうそうそう。いいよ上手だみんな。いいよいいよそうだ。いいねいいねそう。いいよ、そう。両手掴んじゃう、両手。右手のところに。怖いか、後ろ見ようか。いいよ、じゃあ。はい、せーの。はい、よく。じゃあ、一本ずつ、一本でも多く登れる人。頑張れるね。わかった？なんか最後怖かったんですよ。未来さん、まだ。そう考えながら、こんな感じでルールないんですよ。自分の手と足だけでゴールまで行ければ成功です。Thank you.
ですね。ありがとうございます。相当一番景色。気持ちいいっすね、ここすっかり。じゃあ、お願いします。少し上げないといけないかな。ありがとうございます。ぜひですね、瀬戸内プレゼント、大きくなってチャレンジ、大きくなる前に登っちゃうかもしれないけどね、チャレンジしてきてほしいなと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。僕はこの白い杖を持って生活している視覚に障害のある人です。目が見えなくてもクライミングはみんなと同じようにきっと楽しい、みんなもきっと楽しいと思うんだけども、僕もすごく楽しくて、面白いからちょっとクライミングをやってます。よろしくお願いします。はい、頑張れーす。頑張れ。みんなにお願いがあるんだけど、コバちゃん目が見えない上に、今目のアイマスクもしてるから全然見えません。ホールドの位置も全然わかんないので、みんなに教えてほしいんだよね。はい、行くよ、みんな頼むね。はい、行きます。お願いします。お願いします。お願いします。え、これです。これです。これ、次は左手から12指。これ、はい、左足、右足。もうちょっとした。すげえ。もうちょっと右上。上。おお、そうですね。こっち？もうちょっと上。
が一番上に行く番です。はい、また足上げて、足で立ち上がる。そこでいける足。ありがとうございました。みんなどうもありがとう。一緒に登れてとっても楽しかったです。はい、とっても元気な子たちで、自分が例えば岩場に行ったり、自分がジムで仲間と登ったりとかしてる時みたいなあったかさというか、そういう空気感に包まれてる感じがある時間だったなと思って、とってもいい子たちで、ああいう場所に入れてよかったですね。いいクライミングでしたね。じゃあ、瀬戸内を登ろうっていうことで、あの瀬戸内を登ろうに行きます。瀬戸内を登ろう。緊張してる。さらに行ってきます。うん、いったー。やったー。おー、あ、いったじゃん。いったじゃん。もうかなり上がってだいぶ楽になって、そこそれ。おー、ナイス。ナイス。オッケー、ガモガモ。おー、ナイス。ガモガモ。ナイス。すごい、サンカー。